名古屋上手屏風というものです。文禄2年、1593年の5月の景観をですね、どうも表している屏風図みたいです。名古屋城と城下町と、奥の方には大名のですね、陣屋を描いています。で、対岸の壁島からですね、この名古屋湾、鳩岬方面までですね、陣屋の様子まで広く描いているものです。で、この屏風図が昭和40年代に発見されました。まあ、それまでには天守閣がなかったんじゃないかと言われてましたけども、5層7階の天守閣も描いてありますし、発掘調査を今行ってますけども、そういう調査の成果と照らし合わせる非常に貴重な資料になっています。